本日は以前紹介した、アキロトレインですね。バイワーファインドさんから出ているこちらの、商品のレビューをしていきたいと思います。アキレス腱部に特化した、サポーターの、アキロトレインなんですけども、簡単におさらいをしておくと、6つほど機能がありました。患部の痛みを抑えたりとか、バランスを整えて怪我をしにくくするとか、フィットしやすくて、サポート性も良くて、それで動きやすいとか、ニットなので蒸れにくいとか、マッサージ効果で腫れとかむくみを軽減してくれたり、あとは思ったようにね、体を動かしやすくすると、そういったような効果が、備わってました。で、実際に使ってみてってとこなんですけども、一番は動いていてね、本当にこのストレスのない、フィット感、そして一日中つけていても蒸れないってところですね。ここはすごく良かったと思います。さらに、このシリコンパッドのマッサージ効果であったり、むくみの軽減っていうのも、しっかりとね、体感することができました。サポート性の高さと、痛みの軽減、腫れの軽減、むくみの軽減っていうところ、快適性とサポート性を兼ね備えた、サポーターになっていたのが印象的でした。一方で6つのうちの機能のうち、あと2つですね。思ったように体を動かしやすくするとか、バランスを整えて怪我をしにくくするとか、そういったところは、グッて体感できるほどではなかったかなと思います。他の4つはね、その蒸れにくさとか、フィットしやすさとか、動きやすさとか、マッサージ効果とか、そういったところは本当にね、使ってわかるぐらいに感じるんですけども、残りの2つはね、ちょっと、効いてるんかもしれないですけど、体感としてはちょっと弱かったかなっていう気がします。そしてこの実際にスパイクとかでね、履くのはちょっと難しいかなと思います。かかとが結構ね、ジェルパッドで上がっちゃってて、シューズとのフィット感がすごく変わってしまう。要するにかかとがちょっと脱ぎやすくなっちゃったりとか、あとは生地自体がやっぱもう一枚挟まるので、かなりね、パンパンになるというか、そういう印象を受けました。かかとのパッドはね、仕方がないんですけど、かかと上げてあげた方がアキレス腱楽になるので、仕方がないんですが、ただ靴とのフィット感ということを考えた時に、ちょっとパッドは、あったりなかったり、選べると一番いいのかなというふうに思いました。あとはどうしてもね、片足にだけこうパッドが入ってしまうので、左足だけだったら左足だけちょっとこう高くなるみたいな、こういう感じですかね。はい、左だけ高くて右がちょっと浮くみたいな、ここまで極端じゃないんですけども、若干そういう感じも受けたので、なので本当にこうアキレス腱の痛みとか、アキレス腱断裂とかの怪我のリハビリですね、そういうアキレス腱周りの痛みとか怪我があってどうしても辛いといった方に、1日、使っていただきたいようなサポーターになってました。一応プレイ中も、使えないことはないと思うんですけど、かなりね、かかとのところとか、あとフィット感が結構変わってしまうので、そのあたりは、ちょっとシューズとの相性を見ながら、使っていく必要があると思いますけども、アキレス腱をね、痛めてる方、痛い方、かかと周りからアキレス腱ですね。このあたり痛いっていう方は、ぜひね、試していただきたいサポーターになってました。というわけで本日は、バワーファンズさんから出ている、アキレス腱サポーター、アキロトレインのレビューでした。本当に日常履き、普段履きとしてぜひ使っていただきたいサポーターになってたと思います。本当にストレスがない、サポーターって感じじゃないサポーターなんですけど、サポーターしっかりやるという、はい、ちょっと矛盾してそうなんですが、矛盾してない、そんなサポーターに仕上げてたかなと思います。値段がね、ちょっとやっぱ高いので、そこだけね、ちょっと心配というか、ちょっと手が出しづらいなって方もいらっしゃると思うんですけども、快適性とか、動きやすさとか、一番はやっぱりあれですかね、痛みの軽減だったり、こうむくみだったりの軽減、マッサージ効果っていうところ、この辺非常に強い効果を感じましたので、本当に悩んでるんだと、アキレス腱マジで痛いとか、アキレス腱断裂しちゃって今からリハビリするんだとか、そういった方結構ピンポイントではあると思うんですけども、そういった方にねぜひおすすめしたいというか、ほんまに使ってほしいと思えるようなサポーターになってましたので、ちょっと高いんですが、よかったらぜひ試してみてはいかがでしょうか。というわけで本日のレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。